はい、どうもセイリーです。 MJ 実況やりましょう。今回も、ウィンターカーニバル引き続きやっていこうと思います。でね、規定の回数まだ消化してないんですけども、8回ね、まだ到達してないんですが、残り3回ぐらいかな。で、ポイントが今500ポイントぐらいなんで、もし3回ね、3連勝取ったら、かなりいい成績残せると思いますから、やっていきますかね。で、昨日は、動画ではトップ取ったね、確か。そうですね、あれからやってないですね。あれから、やったかな、あれから1回やったんかな、ちょっと忘れましたけど、1回やったかやってないかですけど。では、ウィンターカーニバルカップいきますか。お、減給争奪なってる。初めてなりましたね。伏龍に昇格してからは、この争奪戦初めてや。あ、神段の人とも争奪なるんですね。そうか、龍の段と神の段が、奪い合いになりますね。僕は、親ですね。ちいちゃ、出親っすわ。出親なんでね、ぜひ上がっていきたいけどね。鬼神かな？鬼神のバッファさん当たってますね。鬼神って読むんかな？鬼神か鬼神かわからないけど。なんとか勝ちたいよ、ここ。この親でやっぱ上がりたいね。どうしてでも。さあ、準備中がかなり長いけど。これ通信エラー並みに長いな。なんか通信障害起きてるかもしれんね。うん。あ、コーヒー飲もう思ったら始まった。ちょっとコーヒー飲んでたら言いそう出てるやん。手はそんなに悪くはないけど。ピンズ、お、リャンオパーソンも入った。リャンシャンテン。ピンズ欲しい。うわー、マジかこれ。いいね。リャンピン残しましょうか。いいシャンテンですけど、シャンポンの、手になるから、カンリャンソー入ったらサブローピンか。うん、イーソーはいらない。お、いいね、これ。ちょっと待てよ。これ、こっちか。めちゃめちゃいいやん、手が。リャンソー引いて、サブローピンでいきたいね。お、いいピン出てきた。あー、サブロー、どっちでもいいけど、早くテンパイしたいね。酸素引くか。目いっぱい受けよ。目いっぱい受けるためにいいピン切ります。これでサブロー急走でもテンパイできる。うわ、チュン。どっち？そっちか。とにかくこれ早くテンパイしないと、やばい。やばいやばい。親でね、こんなにちょっと時間、おー、入った。これテンパイそっくりね。さあ、サブローピン行け。リータンドライチね。リータンドライチ。サブローピン、出せ。カンした。いいの。強気やな。うわ、強気にカン行くけど、こっちも上がりたいな、これは。サブローピン、あかーん。え？あ、9ピンなんもない。ペイもカン。やばいやん、これ。どんどん場がすごいことになってるよ。トンパツから。トンパツから恐ろしいことになってるが、このサブローピンはどこや？トンパツから恐ろしいことになってる。出すか、サブローピン。あー、やばい、ウーピンやばい。ほらー、もう、うわ、法廷やって、これ。うわ、なんなん、このウーピン。うわ、マンガネスんだ。マンガネスんだわ。うわ、法廷で打つか？ウーピン来る？最後に。サブローピン、トイメンが4枚使いやったな。まあ、厳しいな、今の上がられへんかったら。法廷で打つのはちょっと萎えるね。最後に引っ張ってくるか、ウーピン。まあでも思ったより安かったんでよかったけど。あんだけ関してドラ乗ってなかったね。なんとかでも、マンガンを取り返さない、やばいな。カンウソ入りましたね。これでイーシャンテン、カンリャンピン入ったらジャンウーピンで当然行くけど。まあカンリャンピン引けるかっていうところはね。青が来ましたね。早い。マジ早い。うわ、ちょっと2件リーチや。よし、いい、よしよしよし、いいよ、いいよ、いいよ。そういうのいい、非常にいい。リーソクチートイドライチ、いいよ。1個乗れ。いやー、乗っとけよ。ハネマンでよかったのに。あれ？あ、トイ、チートイじゃないこれ。サンアントイトイや。でかっ。マジか、チートイやと思ってたわ。ナイス。その上がりナイス。やっぱ僕はね、争奪してるんで、このトイメンと点数競い合うんで、それはナイスやね。しかも3アントイトイってだいぶやばいやん。相撲数ですよね。
要でもそんな手が、はい、ちょっと待って、これ国士1,2,3,4,5,6,7,8 枚か。ちょっとパーソー切ろう。スモスの手がさっき60巡目ぐらいで入ってたよね。今トンの挙動あったんで、やめます。国士やめます。ほらもうマジかよ。ちょっと早いって。嘘。トイメン打って、トイメン打ってくれ、トイメン打て打て打ってくれ。3ピン打てへんな。回していくんかな。よし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 、いいよいいよいいよ。おお、リーチトントンドライチ、マンガン確定してる。いいよいいよ、親マンね、それはナイスやな。もうこれトップは厳しいけど、このトイメンから、トイメンをね、僕は、トイメンに対して勝ちに行かなあかんからね、絶対に。さあ、いい感じやね。大阪さんがね、かなり暴れてるんで、今。まあ、でも安心したらあかんな、ここは。トイメンの親番も回ってくるし。安心したらあかんすよ、絶対。白は落ちんな。三元牌を生かしたいけどね。チュン切ろう。白入ってこんかな。チーピンか。白欲しいな、マジで。早いって、マジで。ちょっと待ってくれよ。おや、ノリノリやな、これ。シャー、シャー行こう。ちょっと待って。9ピンはいけるかな。パーピンの切りが早いんで、まあ、そこはいけると思うんですけどね。9ピンぐらいしか行く範囲ないしな。うん、このリャンピンもね、言うて、もろがけ怖いんですよね。まあ、リャンピンも大丈夫やと思うけど、まあ、ここはでも絶対に振り込んだらあかん場面なんで、もうベタ折りでもいいぐらい。うわー、言ってたら白来たわ。これベタ折りしにくなったな、これ。白来たら。これね、勝負行くのかっていうところっすよね。どうしよう。三層か。リャンピン勝負しようか。うん。で、一応白ポンテンで、観浪層でテンパイですけど。しかし厳しい。しかし厳しいなぁ。うわぁ、テンパイしたテンパイした、モーター。ちょっと待って、何待ちな、観浪層。いや、無理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 。チャストとかウソとかは、ちょっと切れませんね。さすがに。親には打ちたくない。しかも観浪層薄いしね。うおー、マジか。そこテンパイしてる。役は何それ、イーペイコーか。うわ、マジか。テンパイしてるのか。まあでも観浪層で行ってても結局上がれてないんで。まあ今のは、まあどっちでもよかったんですが、ただトイメンがね、かわしながらもテンパイしてるのは強いね。いや、これでちょっとわからんくなってきたよ、ほんまに。しかし、親じゃない、大阪さんがね、ちょっと、ブンブン丸なんで、今は。その時は、そういう時はあんまりね、歯向かうと痛い目合うんでね、こっちも。さあ、しかし、ここはしっかり上がっていきたいけど、こっちも。あわなこ。さあ、カンウソ、カンパーピン。このカンちゃん辛いんでね、どっちかにくっついてほしいけどな。カンちゃんは辛い。うわー、もう早いんやって、基本的に。ほんまに。こっち全然手進まへんけどな。即相撲、危ない。今なんか遅かったね、ちょっと。ペイもションパやな。これどうする、これ。この手どうするの。パーソーか。9ピン、ワンチャンス言うても怖いね。いや、パーソー切っとこう。ああ、ほらね、9ピン当たるでしょう。いやー、これあかんって、それでも振り込んだら。うわー、マンガンや。やばいやばいやばい。やばいやばい。これ、結局僕がラスになるパターン。結局それ。ちょっと待って、これ上がれてないのが非常に悪いよね。こっちもやっぱ上がらなあかんけど、早いんよね、相手が。相手が非常に早い、どっちも。とにかく、テンパイもしてないもんな。追いついてないもんね。追いつかなあかん、まずは。勝負できる状態にしないとあかんから。この、
このか、かん、かんちゃんね、パーピンローピン、あー一応いいシャンテンですけどね、形がねずっと良くないんですよね。形が良くない、よろしくない。乱走か、うん、もしねこの9万ローソを引いたらウーピンギリリリチでもいいかなと思うんですけど、あ3ピンが来たか。3ピンは、いや3ピン切りましょう。3ピンは切ります。ウーソーとか来たらちょっと考えるけど、3ピンはいらんかな。まあリーチ来るよね。あーツモはやめてね。よしよしよし、いいねいいね。そこ打ち合うのはめっちゃいい。ただ手が安そうやなこれ。あでもメンタンピンあるな。メンタンピンからのドライチ、ナイス。よし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 、いいよいいよ。これでトイメント平たい。僕はあとはここの親で僕が上がるだけ。さあ来い、うわこの手をどうするの。苦しいな。とにかくね、あのテンパイが遅いから、もうテンパイそっくりでもいいんですよ。とにかく上がらないとあかんから、マジで。しかしこれ手も悪いし、ツモも悪いな。うわぁ、もう。ちょっと勘弁してくれよ、このツモの悪さ。ほら、もう、なんなんこれ。進まへん。まあ、もう、イライラがもう、やばい。イライラ度が 90% 超えてますよ、今。カノーソ入ったけどね。よし、いいシャンテン。サブローピン引け、サブローピン、サブローピン引け。あーもう違うんやって、もうえって、入ってくれもう。親でこんなに何枚くんねマンズ。もう9ピンいらんって、これ9ピン厚もぎりや。マジで入らへんな。ピンズが高すぎるんかな。トン。うん。ピンズが高すぎるんですかね。うわ、チーピン欲しいけど。テンパイもできひんわ。最悪やな、これ。テンパイもできひん。ポンテンは入れるけどね。ピンズ、もし出たら。まあ、でも、ローソポンテン無理やな。いや、厳しいやろ、ちょっとこれな。テンパイできひんってあるこれ。マジか。そんなことあるの。うわー、マジでこれ。ひどいな、ちょっとマジでひどいな。普通に、なんやろ。別に回してないけど、テンパイしないからね。ちょっとひどいよ、これ。厳しすぎるな。もうこれは大阪さんに頑張ってもらうしかないよね。大阪さんがこのトイメンから点取ってくれたらいいけどね。それを狙っていくんですけど、まあ手もまとまってないな。ああすごいね切り方。国士か、この後に読んで国士か。うん、今青がドイツやったな。もうこれで国士確定やね。7個。ヤンソー切ります。これでもう大阪さん国士確定なんで、青2枚スルーしてるからね。あ、泣いていった。これで手変えていくか。テンパイしたよ、俺。2ピン3ピン。あっこから泣いても厳しいやろ。青もドイツ、あ、積もった。青ももうあれやしな。こんなん上がってもでも逆転できひんね。何のみやから。あーギリギリ逆転はしたんかな。まだか。うわははは。さあオーラス。ここでもう何でもいい。上がればいい。とりあえず上がればいい。もうトップとか狙ってないんでそもそも。よし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 、いいよ。まだ手はいい方やな。白がなければですけど。白がなければ、結構行きやすい手ではあるけど。白が泣けるかな。でも言いそうじゃないよね。何は残そう。
うわー、もうマンズ来るなってさっきから。おっしろポン。もうマンズ見るたびに嫌になるわ。ほんま3回してたらね、分かってくれますかね、このマンズの嫌さ。しかし、相変わらず厳しい手は。よし、ローピンはいいね。1枚いいの引いたよ。なんか嫌がった。まあ、もう。ああ、違うんよ。だからずれてるんよ、さっきから。トン。おお、いいね。これ、先にロースを切るか。先にロースを切ろう。いいシャンテン。スーチーピン引くのが一番いいけどね。スーチーピン。いやー、もう、テンパイしたいな、とにかく。ツモ！え、ちょっと待って。約何？もう、それあかんって、ツモのみやんか。もう、最悪や、これ。もう、なんで、それ、マンガンとか上がってくれよ、それやったら。もう、最悪や。もう、一番最悪や、これ。この曲、もう、最悪、ほんまに。マジでいいとこなかった。これやったら、もう、大きく飛ぶ方がよかったな。いや、マジで、これやったら、もう、勝負して大きく飛ぶ方が、まだね、試合的には、いいんですけど、これちょっともう、ほんまにいいとこなしで、じりじり点数だけが取られて、何もせずラス引くっていうのは一番これあかんパターンやね。もう勝負して大きく飛びたかったな。ああ、これはあかんな。このラスり方は、気持ち悪いね、ちょっと。まあでもこれも麻雀なんでね、しょうがないけど。ああ、ちょっと逃げ切らんね。しかも500点で、あと1回か。あと1回トップ取りたいな。これ今回ちょっと逃げ切らなすぎるんで、次はぜひね、トップ取るために、頑張りたいと思います。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。